綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。はあ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教を垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこの神室町という町を何と見ますか？神室町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れて神室町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体桐生さんがご存知かどうか
東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。